有害貨車の屋根上に設置された、ランボード上に立つアッキソントピカサンタフェ鉄道の制動手、自動空気ブレーキが一般化する以前のアメリカの鉄道では、機関車からの合図に合わせて制動手が、ランボード上をその名の通り走り回って、各車両の手ブレーキを操作した。ランボードとは、ランニングボード自動車部品の場合、二軸馬車のサイドステップから発展した乗降用のものと、 タンクローリーや分流体運搬車など、鉄道車両同様2台の前兆にわたって、取り付けられているものや、屋根状にアンテナなどとともに取り付けられているものなど、作業や点検目的のものとがある。乗降用のサイドステップとランニングボードは、機能的に同等であり、その相違は曖昧で、敷いてあげるならば、ランボードの方が前後に長く、ホイールアーチやフェンダーと一連で、デザインされていることぐらいである。 そのため、ランボードの取り付けはフレームではなく、ボディ側であり、2ドア4ドアの別に関わらず、リアフェンダーまで達している例が多い。これには、踏み板として、以外に、ドアシル付近を、泥羽根から守り、乗降の際に衣服を汚さない役割もある。乗用車のスタイリングが重視されるようになると、ランボードには実用性以外の装飾としての価値が付加、されていく。携帯にも、 年代ごとの流行が現れており、その自動車の外観上の特徴となる場合も多い。1940年代後半、乗用車とその派生の商用車がフラッシュサイドと呼ばれるボンネットやキャビンをフルアイズ化したスタイルに移行し、ドアシルから乱暴度は完全に消え去った。その後も最低地上高の大きい車種では、ドア下に踏み板を設けたものが見られるが、 単に、ステップと呼ばれることが多い。また、解雇、復古的なスタイリングでは、キーアイテムとして用いられることもある。これ以外の屋根状に設置されたランニングボードは、鉄道車両と同様に、業務用途である。ありがとうございます。